ただいまより新型コロナウイルス感染症に関する知事記者会見を始めさせていただきます。まずはじめに知事からメッセージがありますのでよろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。遅い時間にお疲れ様でございます。ありがとうございます。まず県民の皆様の命を守るために大変長い期間にわたりまして日夜献身的に貢献していただいている医療従事者の皆様方、そして感染防止にご協力いただいているすべての関係者、県民の皆様方には改めて感謝を申し上げます。また感染が拡大している中、感染者やその家族、治療に当たっている医療機関とその関係者、ワクチンの接種ができない方や接種しないことを選択された方等に対する不当な差別や偏見、いじめ等がないよう正確な情報に基づいた冷静な行動をお願いいたします。さて本日政府において本県に対しまん延防止等重点措置の適用を9月30日まで延長することが決定されました。本県におきましては8月8日に初めて100人を超える感染者が確認された後、11日から19日間にわたりまして3桁の感染者が確認をされてきております。その間8月19日には過去最多の251人の感染者が確認されるなど爆発的な感染が続いておりました。ここ数日は皆様方のご協力によりまして新規感染者数は50人台というふうになっており、一時期よりは感染拡大が落ち着いてきておりますが、直近1週間の人口10万人あたりの新規感染者数は30人を超え、警戒指標ではステージ4の水準となっておりまして、決して小さな数字ではないと思っております。また少しでも警戒を緩めますとすぐにリバウンドする可能性もあるというふうに考えております。確保病床の使用率は8月下旬には 70% を超えておりましたが、現在は 43.9% となっております。これは感染者の数が減少したことに伴い400人を超えていた入院者数が270人台に減少したということもありますが、先ほど申し上げたような爆発的な感染拡大を踏まえ医療提供体制を維持するという強い決意のもと、医療機関の皆様の多大なご協力により病床数を488床から緊急避難的に622床まで増やしていただいたことによるものであります。元の病床数をベースに考えますと病床の使用率は約 56% とまだ高い水準になります。この622床の病床を確保するにあたってはコロナ以外の病気の入院を遅らせたりというようなことをしながらコロナ病床を確保しているといったような取り組みもあるというふうに思いますので、まあ、県のコロナおよびコロナ以外の病気も含めた医療提供体制全体としてはまだまだ逼迫している状況にあると考えております。また重症者の数ですが一時期は過去最多の7人となっており、現在も5人重症者の方がいらっしゃいます。中等症2の方も80人を超えております。まん延防止等重点措置が適用された時の40人程度と比べて多くなっております。70歳以上の療養者について見ますと26人から103人と大幅に増えております。全体に占める割合も 11% から 33% に増えております。一方中等症2以上の患者85人のうち40代が11人、50代が22人、60代が13人と
ということで、これを合計しますと半分以上を占めております。重症者5人のうちの40代と50代が2人ずつということになっておりまして、高齢者および中高年層の重症患者が増えるリスクが非常にあり、医療機関への負担は大きいものと考えております。8月から9月にかけまして、コロナ感染者の死亡者数もこれまでの全体56名のうち17名ということで増えてきております。こうした本県の感染状況を政府にもお伝えした結果、今回のまん延防止等重点措置の適用延長という決定になったものだというふうに思っており、もうしばらく感染防止対策をしっかりと続けていくことが必要だと思っております。県民の皆様には大変厳しい状況の中でさまざまな制約を課すことになり、大変心苦しい限りではありますが、何卒県本県のこうした感染状況をご理解の上、皆様の命を守るためにご協力をいただきますようよろしくお願いいたします。今回の延長に伴う具体的な対策についてでございますが、変更点などを中心にご説明をいたします。まん延防止等重点措置区域につきましては、現在は鹿児島市、霧島市、姶良市としておりますが、霧島市と姶良市は感染が落ち着いてきたことから、9月13日以降のまん延防止等重点措置区域については鹿児島市といたします。措置区域においては感染者数が減少傾向にある場合は、感染対策の認証を受けているなど一定の要件のもとに酒類の提供ができるとなっておりますが、鹿児島市内の感染状況を見ますと、1週間の感染者数が200人を超え、感染経路不明割合も3割程度と市中感染が広がっているという状況であり、引き続き酒類の提供は控えていただくなど、現在の対策を緩めることなく感染防止に取り組んでいく必要があると考えております。なお、現在のまん延防止等重点措置の適用期間中に、この措置区域内において要請に応じていただけなかった店舗に対しては個別に指導を行ってきておりますが、この指導に従っていただけない店舗に対しては命令を課した上で店舗名を公表することといたします。またその後の調査においても要請に応じていただけない場合には過料を課すこととしております。また県内全域において要請しております飲食店等に対する営業時間短縮につきましては、地域によっては感染が落ち着いているところもありますが、県全体にまん延防止等重点措置が適用され、医療提供体制が逼迫していること、後で申し上げますがステージ4の状況が継続し、県独自の緊急事態宣言も発令されていること、そして県内各地でも散発的に感染者が確認され、感染リスクが依然としてあること、新学期を迎え人流が活発化する中でシルバーウィークを今後迎えること等を考えいたしまして、県下全域での感染防止対策に徹底的に取り組むため、引き続き県下全域での営業時間の短縮をお願いいたします。多くの飲食店においてはこれまで感染防止対策の徹底に協力をしていただいておりますが、一部の感染防止対策の意識が低い飲食店や利用者の方によってクラスターが発生するなど感染が広がったケースがあります。当然のことながら飲食店における感染だけが原因ではありません。マスク着用など感染防止対策を徹底しないで行われる家族や仲間との会食やバーベキューにおける
感染なども多く見られております。職場での感染も増えております。感染経路不明の割合も全体として3割程度と高くなっておりますので、あらゆる場面でさらなる感染防止徹底に向けた県民の皆さんお一人お一人の協力が必要です。基本的な感染防止対策の徹底を改めてお願いをいたします。次に羽田空港や伊丹空港、鹿児島空港、鹿児島中央駅で行っております来県者等に対する PCR 検査費用の一部助成については9月30日まで延長いたします。また県民向け観光需要喚起策今こそ鹿児島の旅第2弾につきましては9月28日まで事業を停止するとともに、鹿児島旅クーポンについても利用の自粛をお願いいたします。なお今こそ鹿児島の旅第2弾につきましてはステージが2に下がった段階で速やかに事業再開することとしております。次に感染防止対策等について県の取り組みをいくつかご紹介をいたします。すでに発表いたしました通り13日から鹿児島市と霧島市において若い方や妊婦、小中学校の教職員などを対象にワクチンの大規模接種を実施することとしております。20代、30代の方の感染の割合が依然として高くなっております。若くても重症化したり後遺症に悩んだりするケースも見られます。若い方が家庭内に持ち込んで小さなお子さんや高齢者に感染するケースも多くなっております。ワクチンを2回接種した後の感染も多く確認をされております。この予約についてはまだ枠が残っておりますので、ワクチン接種を希望される方は早めの接種をお願いいたします。また家庭内感染が増えていることから家庭内でもマスク着用など感染防止対策の徹底をお願いいたします。明日ですが酸素投与などを行うことができる中間治療施設を鹿児島市内に開所いたします。この施設を運営することで感染早期の基礎疾患を有する方などの重症化リスクを軽減するとともに医療機関の負担軽減を図ることができるものと考えております。県では引き続き病床の確保、宿泊療養施設の確保に努めてまいりますが、医療従事者のマンパワーと県民の努力にも限界があり、感染爆発がまた再発するようなことがあればコロナだけでなくコロナ以外の重篤な病気の治療や手術を含め県民の皆さんへの医療サービスを十分提供することができなくなる可能性もあります。一時期急増した自宅待機者は減少してきております。入院等の必要がある方は適切に医療が受けられる状況にはありますが、若い方を含め自宅待機中に容体が急変することも考えられます。こうした事態に備えて必要な健康観察ができるように電話での健康観察やパルスオキシメーターの活用、必要な方への食料支援などを進めておりますが、軽症無症状の方は宿泊療養所への入所を原則としておりますので、ぜひご協力をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対策をさらに円滑に実施するため、昨日新型コロナウイルス感染症対策室及び関係部署を県庁の2階講堂に集約をし、情報共有医師伝達の迅速化を図ったところです。また宿泊療養施設への入所作業の加速化などを図るため体制強化も図りました。加えて全庁的な取り組みの強化を図るとともに、市町村ごとに総合連携窓口となる担当者を配置し、情報伝達相談体制を強化したところであります。県庁の行動2階の行動においては鹿児島市との連携をさらに強化するために鹿児島市の方の席も設けてございます。次にまん延防止等重点措置の適用等に伴い厳しい状況にある事業者への支援についてご説明をいたします。まん延防止等重点措置の適用により8月または9月の売上高が
50% 以上減少した県内のすべての事業者が国の月次支援金の対象となり得ます。県においては県内事業者の事業継続を支援するためこの国の制度を拡充をし、8月または9月の売上高が 30% 以上 50% 未満減少している県内のすべての事業者に支援金を給付したいと考えております。合わせて酒類提供停止要請に伴い経営に甚大な影響を受けている県内の酒類販売事業者に対しこの支援金の上乗せを行いたいと考えております。事業者の方々におかれましては国や県のこうした支援金の活用をぜひ積極的にお考えいただければと思います。次にグリブクーポンにつきまして県外からの観光客の減少等によりお土産品等の売り上げが減少しているということから新たに県の特産品を対象に加えることとしたいと考えております。また飲食店の第三者認証制度のこの認証の取得を促進するため第三者認証を取得した飲食店で利用する場合の割引額を500円から700円に引き上げたいと考えております。事業者や県民の方々におかれましてはこのテイクアウトにも利用できるグリブークーポンを積極的にご活用いただきたいと思います。飲食店が行う感染防止対策に要する経費を支援する飲食店感染防止対策強化支援事業につきましては今月30日までの申請期限を12月28日までに延長いたしました。飲食店の方々におかれましてはこの支援事業も活用していただき第三者認証取得に積極的に取り組んでいただきたいと思います。先ほどご説明しましたワクチンの大規模接種の際に接種を促進するとともに売上が減少している鹿児島中央駅構内のあるいはその会場周辺のお土産屋さんの支援にも資するように1回目の接種を終えた方に対して抽選で500名に会場周辺のお土産屋さんの特産品や県内宿泊割引券を贈呈するプレゼント企画を実施をいたします。本県の現在の感染拡大の警戒基準であるステージにつきましてはステージ4を引き続き継続いたします。また鹿児島県独自の緊急事態宣言も9月30日まで延長することといたします。県民の皆様方には引き続き大変なご負担をお願いすることになりますが県民の皆さん一丸となって今何としてもこの感染拡大を食い止めなければならないと考えております。県といたしましてはまん延防止等重点措置の適用解除後も見据えまして市町村とも連携をしてワクチン接種の促進飲食店や宿泊施設における第三者認証制度の推進そして医療提供体制及び検査体制の確保等により一日も早く安心して通常の生活に戻れるように全力で取り組んでまいります。今がまさに踏ん張りどころでございます。ご自身だけでなく大切な家族、友人、周りの方々の健康と命を守る行動を取っていただきますよう県民の皆様方のご理解ご協力をよろしくお願いいたします。私からは以上でございます。NHK の高橋です。よろしくお願いします。まず今ご説明いただいた内容で、最近感染状況自体落ち着いてきているとといった中での今回さまざまな決定というふうにおっしゃっていましたけれども、先月初めてまん延防止重点措置が県内に適用されたときに3市とあと全市町村への飲食店の営業時間短縮を求めたかと思いますがその効果というのは今知事はどのように受け止めていらっしゃいますか。やはり、この感染者数が減ってきているということについてはですね
皆さん方のご協力で人流を抑えることができたというのがこの感染者数に表れてきているのではないかというふうに思っております。まあ、一定の効果はあったというふうに。はい、そう思っております。それから先ほど、措置区域の中で、要請に応じなかった事業者に対しては今後名簿を公表する予定があるというお話ありましたけれども、まあ、現時点でどのくらいそういった対象があるのかというところと、いつまでに対応しない場合は公表に踏み切るというのは今方針なんでしょうか。今ですね、なーっと見て県内で107箇所営業時間の短縮に応じていないところがあって、で、鹿児島市内で65箇所だったと思います。で、まあ、順次文書等による指導を行っておりますが、今のところ今日までに弁明を求めていたのが、8店舗ぐらいあったと思うんですが、そこの弁明の内容を見た上で早ければ今週中明日にでも命令をかけようかということに今しております。107箇所は、鹿児島霧島以来の3市の中でということでよろしいですか。いや、これはあれ全体でしたよね。県内全体でということで必ずしも措置区域には限ってなかったと思います。措置区域に限らなくても公表に踏み、いや、これは措置区域内だけですので命令をかけるのです。そういったじゃあ県内全体の107箇所に対してそういう指導を行っているではないです。はい、措置区域内の店舗に対してということで、鹿児島市が65箇所と霧島が3箇所ぐらいだったんですね。はい、間はなかったと思ったんですけど、はい、ですから合計68箇所がその命令の対象ですが、まあ、一部指導段階でまたちゃんと従いますと応じますというところも出てきているというふうにありますので、最終的にどれぐらいかというのは、まだ分かりませんけれども、今そういった手続きで順次しているというところです。県内では107箇所が対象ですけれども、その公表の対象になるのは68箇所ということ。ですね、その今応じていないところが鹿児島市内では65箇所あるということで、まあ、ここは今指導しているところ段階のものもありますから、指導に従って応じますということであれば命令までいかないので、それで従わずに命令まで行く段階になったときには、まあ、公表ということになるということです。ありがとうございます。それから町内の連携強化のお話がありましたけれども、市町村ごとの担当者を配置するという対応についてなんですが、この対応強化によってこれまで例えば自治体側から上がってきたいた意見ですとか、どういった課題が解決されるというふうに考えていますか。はい、自治体との連携で言いますと、まあ、私が着任してからもこれまで何度かその情報をもっと早く欲しいとか、あるいはその感染状況について管内で小学校で発生していたら、まあ、クラスターでなくてもやはりそういう情報は早く欲しいとか、まあ、いろんなことをおっしゃっている、そういうことがあって、でその都度、まあ、改善をしてきたところではあるんですけれども、まあ、依然としてやはりそこがまあ、忙しさにかまけてたりとか、いろいろこうあってなかなかうまくいかないところもあって、まあ、記者会見の時にもですね、そういったいろんなご指摘をいただいておりましたので、まずその市町村に対してどういう情報が必要なのかということを、まあ、市町村の方からもしっかり把握をしながら、やる必要があるというふうに思っていることと、まあ、やはり担当者を決めて、必ずその人が責任を持って伝えるというような形でですね、配置をすることで漏れとかですね、そういうなんか遅れとかいうことがないようにしたいというふうに思っております。で、まあ、今回のその、まん延防止等重点措置の延長、あるいはその後の、時短をどうするかというようなこともですね、市町村の方の、まあ、見方、考え方、状況、そういったことも今回お聞きをした上で、まあ、こういう形で判断をしましたので、まあ、その辺の意思の疎通は前回に比べると良くなったのではないかなと思っております。まあ、情報収集もですし、発信両方双方向での強化を目的としているということですか。そうですね、まあ、いろんな情報がやはりその市町村の方からは早く欲しいというのがありますので、まあ、そういった情報をまずお伝えをするということをしっかりとそのこう求められればというよりは、こちらの方からむしろ積極的にお伝えをするということをまずはしていきたいというふうに思っています。それから
から宿泊療養施設についてなんですけども、一時よりはだいぶ状況は改善されているかと思いますが、現場で その医療従事者の方の確保ですとか、その体制的になかなか人が足りていないとか厳しいという状況を伺っているんですが、現時点での宿泊療養施設での医療従事者の確保というのは今行き届いているというふうには認識でしょうか。今現時点においては宿泊療養施設は運営できておりますので、今のところはいいと思うんですが、これ以上増やすというのは若干今のままではちょっと厳しい状況はあると思っています。ありがとうございます。はい、幹事社からは以上です。西日本新聞の片岡です。お疲れ様です。先ほどの質問にあった部分の確認で、鹿児島要請に応じていない、店舗数、知事65箇所、鹿児島市で65箇所、霧島市で3箇所とおっしゃいましたけど、これは箇所というのは店舗という理解でよろしいんですか。はい、店舗です。霧島2箇所、すいません。じゃあ67ってこと。67と言います。で、飲食店ないしは大規模集客施設ということで、飲食店です。すべて飲食店。飲食店です。大規模集客施設の営業時間短縮についてはこれは要請であって、その命令ができない罰則とかそういうのはない制度なんです。で、早ければ明日にでもということだったんですけども、命令する場合は命令に伴って店舗名も公表するということになるんです。そうです。はい、命令をした上でこういうところに命令をしましたということを公表するということです。わかりました。ありがとうございます。南日本新聞社の小田です。今の関連なんですけども、鹿児島市と霧島市67箇所の飲食店が応じてないということですが、調査自体、個別調査はいつから今何店舗やってるかというのを、全店舗やってるのか一部なのか。71万ぐらいしたんでしたっけ。今までの、確認店舗数は、延べて9735店舗でございます。9736ですか。5ですね。これは107に相当する部分、それとも鹿児島市、霧島市ですか。これは県内全域でございます。はい、鹿児島市、霧島市、姶良市を含めておいくつですか。約2000店舗ぐらいですね。はい、分かりました。いつから調査は。8月20日から、9月7日までの数字でございます。調査しているのはどういう方々になるんですか。県職員ですか。調査を行っておりますのは、委託している業者さんでまず回っていただいて、その上で、ご協力いただけないということが確認できた場合に、県職員で、巡回させていただいて、コンタクトを取らせていただいているという状況でございます。複数回当たっているということ。そうですね、そうですね、まずは一旦見回った上で、複数回、アプローチをかけているという状況でございます。これ命令はって特措法の何条に、36ですか。何条でしたでしょう。ちょっと何条だったかちょっとあれですけど、あと過料の方、これは命令出した後にそれでも応じないところには過料を課す。はい、そうです。はい、これはどれくらいの期間を。命令をかけて、その後に命令に応じているかどうかということをもう一回確認の調査をして、で、まん延防止等重点措置が終わった段階ですかね、その期間ずっとやらなかったかどうかというような確認をした上で、10月の初めとかそういう時になるんじゃないかというふうに思っています。ちなみに過料というのはおいくら。これ20万でしたっけ。確か20万円だったと思いますけど。20万円です。はい、わかりました。ありがとうございます。
KYT の末吉です。よろしくお願いいたします。措置区域の、酒類の提供、第三者認証制度のお店の酒類の提供についてなんですけれども、これは政府としては、知事の判断で認めてもいいというような話が上がっているかと思うんですけれども、これこの30日までの間に状況が変われば、その酒の提供を認めるといったような判断をすることがあるのかどうか、お伺いさせてください。状況に応じてそういうこともあり得るとは思いますけれども、今の状況ではちょっとまだ厳しいかなとは思っております。知事としての基準というのは何かあるんでしょうか。どういうような状況になったら、酒類の提供を、許せるのか認められるのか、お考えがあれば教えてください。具体的なその数値的な基準というのを今決めているわけではないですけれども、やはりその地域内での医療の提供体制というのが逼迫していないということが一つの考え方かなとは思っております。そういう意味では今の 50% 程度というのが、ステージ4ぐらいですけれども、それがステージの3とかですねぐらいまでは下がるかどうかというあたりを見た上で、あとこれも医療の関係者ともよくすり合わせをしながら総合的な判断をしていきたいというふうに思っています。飲食店の方々にとってはその、30日の間にそういうことが行われるのかどうかというのは、非常に重要な部分になってくると思うんですけども、現時点でなかなかもうそういうような状況は難しいとお考えなのか、それともやはりそこまで持っていてそういうような対応を取ることができるとお考えなのか、そのあたりはいかがでしょうか。30日までの間であと2週間ちょっとぐらいですけども、この医療の逼迫度合いっていうのがですね、使用率がどこまで下がるかってなかなか見通しは難しいんですけれども、感染者数が減ってから医療の方にそれが効いてくるのには一定の時間がかかると思っていますし、今先ほど申し上げたように高齢者の入院している方も多くなってきております。また、中年40代50代の方で、中等症になって長く入院している方も増えてきているという状況もありますので、なかなかそこがどこまで下がるかというところはですね、非常に、難しいところで、ありますので、そこが2週間の間でどこまでいくかなというのは、今先ほどの、ピーク時が 70% 超えてたのが今やっと、元のベースで言えば 56% ぐらいになっているということで、 20% ぐらいなんとか、8月の下旬から3週間ぐらいで下がってきているということだと思いますが、そうするとあとこれがさらに 20% ぐらい下がるとすると、単純にそういくかどうか分かりませんけれども、やはり同じぐらいかかるとすると、ちょっとこの期間内では病床の逼迫がどこまで下がるかというのはちょっと難しいような気もしますが、なかなかこれは予測が難しいところではありますが、ちょっと厳しい状況のような気はいたします。分かりました。ありがとうございます。南日本新聞浦添です。知事にお伺いしたいのは、命令まで今回踏み込んだと思うんですけども、踏み込んだ理由を改めて教えてもらいたいのと、その守らない店に対してどんなお気持ちがあるか教えてもらってよろしいでしょうか。はい、今県内は本当に営業時間の短縮であったり、このまん延防止等重点措置で、県民の皆さん大変な努力をして厳しい状況にあると思っています。そういう中でお願いしていることにみんな応じていただいている中で応じないということについては、やはりその感染をですねしっかりと抑えるという観点からは、こういうところがですねあると、皆さんやはりやっている人やっていない人がいるというのは非常に問題じゃないかというふうに思っていまして、協力している方、真面目にやっている方、そういった方が、バカを見ると言いますか、で、しっかりと抑え込んでいるのにそういうのを守らない方から、感染がまた拡大するリスクというのがある。そうするとなかなかこれがまた感染が再拡大するというようなことにもつながっていくということで、
しっかりとそこは守っていただきたいということで、通常のその時短要請とは違って、これはしっかりとそういう命令をかけられる、過料を課せるというところがありますので、まずは回って巡回して指導をお願いしてまいりますけども、それでも落ちていただけない場合には命令をかけ、公表し、そして、過料をかけていくということで、やはりその県民の皆さん方にもしっかりそういうちゃんとやっている方、そうでない方というところをですね、認識をしていただくという意味もあると思いますので、そこはしっかりと対応する必要があるというふうに思っております。先ほどの中で、文書指導で、していて弁明とあったんですけども、具体的にはどのようなことをしているんでしょうか。今日までだったので、ちょっとまだ中身は私は聞いていないんですけれども、はい、後の方がいいですかね。あ、分かりました。あと、すいません、アイラと霧島を西に除外した理由を改めて教えてもらってよろしいですか。アイラ霧島はですね、前回のまん延防止等重点措置を適用するときには、まあ、数十人単位、40人とかぐらいの規模で、感染者が多く、まあ、鹿児島と、まあ、ここの地域というものを一体的に抑えるということが、県内全域でのまん延というのを防止する観点から必要だというふうに考えたわけですけれども、現時点においては鹿児島市は1週間あたり200人超える感染者が出ておりますが、霧島、姶良はもう10人台とか20人とかということでだいぶ落ち着いてきておりますので、まあ他の都市とまあそう変わらなくなってきているということなので、まあ、鹿児島市をしっかりと抑え込んでいくということで、これも何て言うんでしょう、県民の皆さんのに対しての制約をですね、まあ、必要最小限にするという観点からは、鹿児島市のみということで、今回は措置区域を決めて、霧島姶良については通常の時短要請ということに、すべきではないかというふうに考えています。ありがとうございました。南日本新聞の鹿島です。よろしくお願いします。学校関係についてお伺いします。まん延防止延長前の通知などと比べて、今回新たに加わった部分などはありますでしょうか。まん延防止と重点措置の後にですね、加わったというのはそう大きく変わる部分はないと思いますけれども、一つはその部活の関係で、秋のいろんな九州大会とかそういう大会がある中で、措置区域は部活についてはですね、屋内での活動はまあ控えるとか、あるいはその屋外であっても個別の練習しかしないというような対応ではありましたけれども、そういう大会を控えている場合には必要な人数最小限、それと日数には練習を、まあ、する活動するというようなことが追加をしたくらいだったというふうに思っております。はい、分かりました。あとこの注意書きのところで、市町村立学校、私立学校及び、その他各種学校などにおいては、県立学校の取り組みを参考にすることという、注意書きがあると思うんですけれども、この部分は以前からあった部分でしょうか。ここは前からあったと思いますね。はい、分かりました。今県立の学校で、分散登校や時差登校をしている学校はそれぞれ何校ぐらいあるんでしょうか。今手元に私は持っていないですが、誰か持ってますかね。はい、分散登校時差登校を行っている学校現在20校ございます。県立高校とあと特別支援も含めてでしょうか。はい、県立高校になります。特別支援学校でそういった時差登校や分散登校されているところありますでしょうか。今ちょっと資料を持ち合わせるおりませんので、後ほどまた回答させていただきます。ありがとうございます。
びたび申し訳ありません。どうでしたっけ、飲食店の公表のところだったんですけども、あ、過料も含めてですね、霧島市の2カ所はもう解除される方向ですが、それでも対象になるんでしょうか。霧島市の2店舗につきましては、すでにもう要請に応じていただいているという状況でございます。分かりました。あともう一点、去年確かパチンコ屋のパチンコ県外でパチンコ店の公表の時に逆にお客さんを集める宣伝しているようなものだというような議論もあったと思います。今回命令を出すことに対して町内でどのような意見があったのか、賛成だけだったのか、いろんな反対があったのか、そのあたりをお聞かせください。先ほどもありましたけど、今回の命令というのは飲食店だけが対象で、大規模集客施設は命令ではない要請なので、はい、ただごめんなさい、去年のパチンコ店の時の議論でパチンコ店の名前を公表することが、ごめんなさい、これは飲食店の話とまた別なんですけど、要するに飲食店を今度公表することで逆にやってる店を紹介する、宣伝しちゃうんじゃないかという議論があるんじゃないかなと思ったんですが、そのあたりが町内です。どんなような議論があったか。その飲食店についてですか。はい、です。特段そういうですね、そこが空いてるから行くっていうようなことではなくて、むしろそういうところは利用しないようにということを皆さんにはお願いしたいと思っておりますし、そういうところにはこういうところがしっかりとっていうですね、対応していないということを公表するという方の効果というの方がですね、強いんじゃないかなというふうに私は思ってますが、特段そこのパチンコ店のような議論というのは今回はありませんでしたけれども、そういった名前を公表することで、皆さんそういったところには行くことを控えていただけるんではないかなというふうに期待しております。わかりました、ありがとうございます。南日本新聞社浜田です、よろしくお願いします。感染状況の中にここにもある通りに8月から9月にかけて亡くなった方が17人ということで、かなり相次いでおります。で、今の県としての発表の仕方が、ご遺族の意向を、前提として発表されていらっしゃって、例えば年代ですとか基礎疾患があったかどうかとか、注意喚起にもつながる部分がほとんど見えないケースが多いんですけれども、そのあたりの公表の仕方っていうのは何か、変えたりとか、そういったご予定っていうのはないでしょうか。特段ですね、そこは今個別の発表の時に年代とかそういうことを発表するということは予定はしてませんが、昨日でしたか、取材が確かあって、そのこれまでの累積の中での年代別であるとか、あるいはその死因がコロナによるものなのかそうでないのかということぐらいは統計的なデータとして処理できる範囲として公表することは今後もしていきたいと思っております。もちろん統計的なデータっていうのも必要だと思うんですけども、特に今これだけ感染者が相次いでいる中で随時公表してすることによって県民の注意喚起だったり、こういう自分も同じような持病を持っている、同じような年代だっていうことで気をつけることにもつながるかと思うので、できるだけその個別の公表はもちろん個人情報を守れる範囲でやっていくべきなのではないかなと思うんですけども、いかがでしょうか。なかなかですね、基礎疾患疾患のあるなしぐらいはあるかもしれませんけど、その基礎疾患の中身をこう見るとかなりこう様々なんですよ。あんま聞いたことない病気みたいな方も結構こういらっしゃるので、自分も気をつけなきゃとかっていうような感じにはならないんではないかなとは思うんですけど、そのあまり個別のその病名まで、そのかなり特別なこうなんていうんですかね、ものまで出すとちょっとまたいろいろと個人情報の関係もあると思いますので、基礎疾患がある方ない方というぐらいだと今のその統計的な処理とそう変わらないような気がするので、その辺のなんかもう少しうまい出し方があるかっていうのは、もしなんかご要望あればまたお聞きしながら考えたいと思いますけども。
かりました。またこちらとしての考え方も暮らし保険福祉部の方にお伝えしたいと思います。で、もう一つなんですけれども、今日あったような、このちょっと情報提供のあり方について要望を含めてなんですけれども、昨日からこういったコロナウイルス対策室の体制が厚くなったりですとか、あと確保病床を定例会見の時からさらに2段階に分けて増やしたりとか、あと自宅待機者に食料の宅配をされたりとか、いろんなことが県民に伝わらないまま進んでいると思います。でもっと県民の安心安全にもつながる情報なので、もっと積極的に事前だったりせめて当日だったり、この後からこうしましたということではなくて、情報発信、せっかく体制も厚くなったということなので、積極的な情報発信をお願いしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。情報発信はですね、積極的にしたいと思います。で今回 その体制の話は8日昨日だったので、今日あたりというのもあったので、あえてその内部のことでもありですね、今日まとめてていいかなというふうに思いました。はい、宅配ですとかは県民に直結する不安に思ってらっしゃる方とかもいらっしゃると思うので、ぜひ。あれはどうでしたかね、公表したんじゃなかったんだっけ。してなかったですか。私ちょっと思ってた、すいません、そこは注意してやります。確保病床の方もぜひよろしくお願いします。はいはい、読売新聞の藤本です。2点あるんですが、先ほどの死者の関係で一時期自宅待機者かなり多い時期ありましたけれども、その自宅待機中に急変して入院して亡くなったというようなケースというのは8月9月の亡くなった方の中ではいらっしゃるんでしょうか。8月9月だったか、ちょっとその7月も入ってたか分かりませんけど、私の記憶では入院していて、その後、いや入院じゃない、自宅待機していて容体が重くなったというので運ばれて入院して亡くなられた方がお二人はいたと思います。自宅待機をされていて容体が急変して入院されたという方、お二人いらっしゃったと。その後に入院して亡くなられたという方ですね。その県 その対応として、その入院の判断ですとか、そこらの判断に何かしら その不備なり足りない部分があったかどうかという点についてはいかがでしょうか。それぞれ の保健所の方とかで、あるいはその医療 の DMAT の方で状況、熱の状況だとか体調管理はしていますので、その時点においてはですね、特段何かが問題があったということではないというふうに承知をしておりますけれども。じゃあその入院、その後容体急変後の入院の調整自体はスムーズにいったということですか。はい、救急車が来てそのままもうすぐ30分40分で確か運ばれたと、入院はできたというふうに言っております。わかりました。であともう一件別件なんですが、市町村の情報伝達の強化の部分なんですけれども、自宅待機者、すみません、今はもう数だいぶ減ってはきていると思うんですが、当時自宅待機者の情報が市町村からその支援していく上で欲しいという声を聞いたことあるんですけれども、この情報伝達の強化の中にその市町村へ その自宅待機者の情報の提供というのは含まれているんでしょうか。全員が全員ではないんですね。自宅待機者について、鹿児島市はもう自分でやってますから、半分ぐらいの方はもう鹿児島市の方で、半分か6割ぐらいは鹿児島市だと思います。残りの方は県の保健所の方で健康観察などを行っています。で先ほど申し上げたようないろんな生活面で困っている方への支援というようなことについては、健康観察の中で、保健所の方でお伺いをして、必要があるということであれば県の方からいろんな支援をするということにしてますけども、その他に何かある場合には本人 のご了解を得た上で地元の市町村の方にもですねお伝えをしようということにはしております。まだ具体的にそこまでの例はあったかどうかちょっとあるんですけども。わかりました、ありがとうございます。
KTS の高吉です。よろしくお願いします。2点ありまして、1点目が今読売さん の、 あの質問であった自宅待機中にあの容体が重くなって入院して、亡くなった方についてなんですが、年代性別とあとその自宅待機の期間は何日になりますか。年代性別はちょっと個人情報なのであのお出しをしてないと思います。であの待機の日数というのは何日だったかちょっと私も把握はしていませんが、そんなに長い待機ではなかったような気がしておりますけど、ね、あの重ねてにはなりますが、県として対応に問題はなかったという特段のそこは何かその入院する状況になってから時間がこう長くかかったとか、なんかその東京みたいに入れないとかそういうことは一切なかったということだと思います。ありがとうございます。あと2点目で、亡くなった方 の、 あの年代の公表などについてなんですけれども、昨日大阪府の方ではあの10代の方が亡くなったという発表があって、あのワクチンの接種の関係についてもあの公表があったんですが、まあ、今の県の考えだとそういった事案があってもその事案は公表されずに何かこう統計としておいおい出てくるというような感じだと思うんですが、このあの重ねてにはなるんですが、個別の事案についてその年代だったり性別を公表しない理由というのは改めてお聞かせいただけますか。あのそれは一切しないというのではなくて、まあ、ご遺族の方のご意向でご了承が得られればそこはあの出すということではあります。ワクチンの接種してるしてないなどについての考えというのはいかがですか。公表については、あワクチンの接種っていうのはワクチン接種が原因ということではなくて、ワクチンの接種をしていたにもかかわらずなんてことですか。まあ、あの他県だとこうワクチンは打っていたとか打っていないとかっていう情報まで合わせて出しているところもあるんですが、それは亡くなった方、亡くなった方でも、はい、あどうだったんですかね。亡くなった方がいたかというと今県内ではいないんじゃなかったかなと、重症化した方もいなかったと確か思いますので、ワクチンを打って、感染をした方はたくさんいますけども、その中でワクチンの効果だと思いますけど中等症にまではいってる方はいますけど、重症化した例はなかったですね。わかりました、ありがとうございます。先ほど特別支援学校の分散登校についてのご質問がありました。休校が分散登校しているということです。以上です。すみません、先ほどですね、時短に応じていただいていない店舗への命令の根拠条文ということで、こちらの特措法ので 命令に関する根拠は特措法の31条の6ということで、すみません、過料についてはですね、特措法の80条が根拠となっておりまして20万円以下の過料となっております。以上でございます。たびたびすみません、 KYT 水吉です。すみません、ごめんなさい、酒類の提供の第三者認証の部分なんですけれども、すみません、これを、鹿児島市に対してその、認めなかった理由、酒の提供を許可しなかった理由というのを教えてください。基本的にはこのまん延防止等重点措置を適用するにあたって、強化できる施策の一つとして酒類の提供を控える、カラオケの使用を控えるということがありますので、その特段の理由がなければそういった対策を強化しっかりとしていくということが必要なんだと思っています。で、鹿児島市の状況を見たときに、感染がその下降傾向にあるということの下で一定のその要件、先ほどの第三者認証を取得しているというような場合において、酒類の提供というものをその認めるというようなことができるということになっていますが、鹿児島市の状況を見たときに感染状況が下降傾向ではあると思いますけれども、まだかなり
人口10万人あたりの新規感染者数というのは30人を超えるような状況でもありますし、感染経路不明の割合も3割近いということで、市中感染がまだ広がっているというようなことを考慮すると、ここは緩めることなくしっかりとした対策を続けていく必要があるというふうに考えたということです。ありがとうございます。あと1点すいません、行動規制の緩和について、政府の方ではそういうような今話が進んでおります、知事としてその県独自 の、 その、行動規制の緩和でしたり、何かロードマップというようなものを、現時点で考える段階にあるのか、それともやはりまだそこには至っていないのか、何かお考えがあれば教えてください。そういう行動規制をどうするかということについては、科学的な会食の人数が4人を超えるとなんとかっていうのは、政府の方の医学的な、そういうことでリスクが高いと言われていて、それ以外の何か4人5人でもいいというようなものがなかなか示されていないので、それをこう緩めるということは難しい状況だと思うんですが、政府の方でそれをワクチンを打った場合だとか、陰性証明がある場合はこれぐらいでもいいとか、あるいは第三者認証制度でもそういうのが活用できるというようなことがあればですね、そういったことをしっかりと踏まえた県としての対応というものも考えていく必要があるというふうに思っています。わかりました。じゃあ現時点でその県独自のロードマップとかっていうのを作るというようなお考えではなく、政府が示したのに基づいて作っていくという、そこの科学的な根拠はそうだと思いますね。その他の何でしょう、県外との往来だとかそういうことはこれまでも県の判断として、対策をしっかり取りながらやるというようなことは感染状況を見ながら独自の判断をしてきておりますが、その会食とか の、 その人数とか時間とかそういうことについては、そういう科学的な知見のもとに政府の方がそう言われてますので、それはなかなか違うことをするっていうのは根拠がないっていうかですね、根拠を示せない以上は難しいんではないかなと思っておりますので、その部分については政府の方でそういったことを示していただければ、県としてもそれを踏まえた対応というのをしっかり取っていくべきだと思っています。ありがとうございました。KTS の高吉です。たびたびすみません、要請に応じなかった店舗の公表についてなんですが、公表の仕方はどういう形になるんでしょうか。どういうふうにするんですかね。ちょっとまだそこまでは聞いてなかったんですけど、ホームページか何かに載せるんですか、ね。はい、公表はホームページで公表することとしております。県のホームページということですね。わかります。ありがとうございます。たびすいません、南日本新聞の鹿島と言います。公式大会に参加する部活動制について尋ねなんですが、必要最小限の日数括弧2週間以内とあるんですけれども、大会前2週間からそういった練習をしてもいいということでしょうか。だいたいそれぐらいと思ってます。この必要最小限の時間および人数っていうのは目安としてはどれぐらいを考えられてますか。それは多分種目にもよると思うので、すいません、私も直ちにここでいくらということはないんですけども、何人必要最小限というのはどういうイメージで考えられてますでしょう。例えばその試合に出る人数、メンバーの人数とか、なんかどういうイメージなのか。そうですね、強豪校だと例えばそのバスケ部で50人とかいるけども、1軍2軍であるのか分からないですけど、試合に出る人はチームで登録できる人が、10人とかいうことであれば、全員が来てということではなくて、その必要な人だけが来て、練習に参加をするといったようなことではないかというふうに思っております。はい、分かりました。ありがとうございます。すみません、今の補足しておきますが、登録人数というのが各種目競技でありますので、だいたい登録人数プラス、それに練習員が何人かというぐらいな目安というふうになるかと思います。はい、競技によって違います。
すみません、先ほどの質問の中で要請に応じない飲食店の公表の仕方でホームページというのがありましたけれども、報道の方には発表されるんでしょうか。はい、そちらについてはただいま検討しております。はい、わかりました、ありがとうございます。他にありませんでしょうか。それではないようですので、これをもちまして知事記者会見を終了させていただきます。どうもありがとうございました。遅くまでありがとうございました。